オードリーのオールナイトニッポン。俺ね、これ初めてラジオで話すけど、お前が MVS 取ったのが本当に悔しかったんだよね。いやー、春日頑張ってるなーっつって、もう2時間ぐらいずーっとレジェンド、俺が憧れ続けてきたレジェンドが、みんな春日のことを褒めてんのよ。俺ね、これはね、人生だね。うん、あのね、星の元ってあるんだよ。春日はやっぱね、スターなんだよ。うん。6回、7回回ってきたんだっけ、あれ。6回じゃないかな。春日って、サイコロが6回回ってくるんですよ、やっぱり。うん、俺2回なんですよ、やっぱり。俺、お前が4回目ぐらいサイコロ出た時、サイコロ出ろーって思ってたんだから。自分のサイコロ。そういうもうトークライブってなったら何にも考えてこないで、オープニングのトーク。お前、俺が休んだ時オープニング埋めんの、俺もオープニング2つ話さなきゃいけないの分かっただろ、気持ち。分かった。だから今日だって俺、事前に考えてんだぞ、これ。今年の楽しかった仕事振り返るのと MVS の話しようっていうの。ありがたい。ありがたいじゃないよお前、そしたらお前、その未来の何年後かに目の前で MVS 撮られるんだぞ、お前なんで、運っていうものがあるんだいや、その運はあるよ。ある、しょうがないよ。バカはね、人間の運の総量は一緒。それがいつ来るかみたいなね、ことを言うアホがいるんですけど、送料なんて違う違う差があるある全然あんの運の送料なんて違うの今ない人にも運がある時が来るとかね、勝負を知らないやつは言うんだよ。運いいやつはずーっといい運悪いやつはずーっと悪い。でも生きていかなきゃいけないお前はなんかヨーロッパとか行くんだよな。で、メダル取ってこんだよ。俺はちま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 書いて文庫出して紀ノ国屋書店に買う人いるかなってマスクして見に行くんだよ。俺の友達たちこれ聞いてたら、春日が MVS 取って、俺に LINE してくんなよおい、聞いてるか俺の友達たち。関係ねえんだよ関係ねえんだよ関係ねえんだよ春日なんだよ、MVS 撮ったのは。まあまあ。俺におめでとうって LINE してくんなよおい、いや、そんなに青筋立てんでもさ。わかるなまあわかるけどね。うん、まあわかるけど、やっぱりそれはさ、まあ伝えたいじゃない、やっぱり。なんで俺に伝えたいんだよ。赤の他人が MVS 撮った話を。いや、赤の他人っていうふうにやっぱりさ、周りの人は思ってないわけですよ。コンビだからさ。コンビでっていう。じゃあもう厳密に言ったら別にコンビでもないしね。いや、コンビではあるでしょ。いや、なんならコンビじゃないってなんなの。いや、俺月並みだけど、本当に、ライバルだよ。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ、サイコロ出ろ。